信濃ノ記章録の表紙、信濃ノ記章録は、江戸時代末期に、信濃国作軍薄田町の新館であった、井出道定が、信濃の国の各地を十数年にわたって、実地投査を重ね見聞した成果を記録した地市で、収録されている、地市範囲は、信濃国全域に及んでいる。前後館。井出道定本省八百三十四年二月に、脱交しているが、犯行はされず、 後本として残され、約半世紀後の1886年12月、孫にあたる入れ通によって、初めて出版された。江戸時代後期、瀬氏も吉田田、畜馬の正子を除いて、品の国の全体を網羅する、体系的な知史、遠隔史としての類似書きは、ほとんどなく、品の各地の有名な気象景観に加えて、歴史、旧跡、民族、社寺、祭寺から、 建造物、古器物、出土品、また珍しい動物、植物、鉱物に至るまで多彩な事物を紹介している。本文には文章だけではなく図も豊富に掲載されている。牧野一では、千曲軍を、牧野二では、安住軍と水内軍を、牧野三では、作軍と小さ型軍を、牧野四では、諏訪軍と稲軍を、牧野五で、羽島軍。 サラシナ軍と高井軍を取り上げている。なお、広本及び出版時の版木は1976年、現在で現存、保管されていることが確認されている。各軍で見出しになって紹介されているのは次の通りである。牧の位置に収められている、野槌の挿絵。ありがとうございます。